市地下宿町、かやぶきの家市地下宿町は、宮城県の南西部、勝田郡に位置する町である。宮城県の南西端に位置し、福島県と山形県に接する、小さな町で、蔵王連邦の南に位置している。過重地面積は、町の面積263平方キロメートルの11.7%しか、ない、山がちな地形である。町域は、 七家宿ダムの停滞の上流側に広がっており、国道113号沿いの白石川の貸し段球場、及び、県道51号南座を七家宿線沿いに、主な集落がある。照明の由来は、宇州街道と欧州街道とを結ぶ街道、山中通称佐古市沿いの仙台藩、道の区国領内に七つの宿場が置かれたことによる。この街道は、 白石川沿いに町を東西に貫いており、現在は国道113号となっている。国道399号沿いにある稲子地区は仙台藩内の国境警備の場所であり、その足軽の子孫などが現在でも居住している。江戸時代には、王をつなぐ重要なルートとして、参勤交代にも用いられて賑わい。 1887年12月15日の日本鉄道白石駅開業に伴ってシャバの通行に供する道路整備がなされ絶頂期を迎えたしかし14年後の1899年5月15日日本海側に直達する大海南線の福島駅米沢駅間が開業するとわざわざ太平洋側の白石から 大う山脈声をする東海道の地位は急速に凋落した。また、七日宿ダム建設に伴う水没地区の158世帯637人が1982年までにほぼ移転。1950年に5536名であった七日宿町の人口は2005年には1871人まで減少している。宮城県内では、 大平村の人口を下回る1500人に満たない県内最小の自治体となった。また、高齢化率も県内最高の 46.3%2016 年となっている。町内に信号機は1交差点にしかない。町内の横川地区では街道沿いの水路上に各世帯が床なしの別ッを川端を建て、かつては洗い物、洗濯の場とし、 現状では、漬物小屋となっている、特徴的な生活様式が、今なお残る。観光地として、七家宿ダムの他なめつ大滝や、長老湖、宮城尾市七歌宿スキー場などがある。宮城県南西部、蔵王連峰の麓に位置する町である。高校中学校小学校町内に、鉄道路線はない。最寄り駅は、東北本線白石駅と東北新幹線白石。 蔵王駅。町西川地区の最寄り駅は、山形県の大宇本線山形新幹線、高畑駅となる。長老湖より、不防山を望む七家宿湖、駐車出店参考文献。ありがとうございます。